ジンギスカンが食べたい食べたい食べたい。こんばんはゆうチャンネル始まるよ。皆さんどうもこんにちはゆうきです。ジンギスカンが食べたい、めっちゃ食べたい、めっちゃ食べたい、ということで今日はこんなジンギスカンを用意してみました。バン、おー、ジンギスカンじゃないじゃん。でも待って、ジンギスカンって書いてるよ。ババーン、ですね、マルハニチロさんのですね、ジンギスカンフィッシュソーセージのご紹介です。99円でした。はい、ジンギスカン風味のソーセージっぽいでございますよ。ジンギスカンじゃないじゃんと思ったんですけど、ジンギスカンのソーセージ、さあうまいのかな、食べてみよう。いただきます。あ、フィッシュって書いてるからちょっと魚が入ってるんですね。あ、そっか、このソーセージも魚肉ソーセージだから余計だ。魚肉ソーセージでしょ、だからだ。ジンギスカンって感じがしない。でもですね、味は美味しいね。ソーセージの味、ちょっとね、ちょっとピリ辛だな、なんだろう若干なんですが、多分ジンギスカンのタレみたいな、ちょっと辛みがねあるんですよ。でも美味しい。普通に美味しいですね。ごちそうさまでした。もし気になった方はぜひぜひ、このマルハニチロさんのですね、ジンギスカンフィッシュソーセージ、ぜひチェックしてみてください。本日もご視聴の方ありがとうございました。気軽にチャンネル登録の方お願いいたします。また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録してってね。またねー。